チーノにボーナスあげれば黒字になりますよ。すげえ、うん、にわかには信じられんなね。お前さいいね。あれコンサル、コンサルもっと営業かけないの。なんで電話してんそこで。ねえで終わっちゃうの。もっと営業かけないんですか。まあ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 、まあ、自分でも信じてへんやん。信じてないやん。最後の4枚目はこちらです。うわーおーマンニャマンニャなんやねんお前ロレッツ、お前脳大丈夫かほんまに。お前もう疲れただけで笑いとんのやめろよ。ずるいわそれ。寝てないんか。せやぞ、お前のせいで全部会話途切れんねん。いいかお前ら、人間は顔がブスで終わりではない、声がブスで終わりなんや。おおなるほどな。え、じゃあうちで一番声ブスなんて誰？声ブス、声ブスはやつ、そんなやついるかな。全然全然分からへんな、関係は全く分からないね。俺誰なんやろな。我々全員いい声やからね。声来た一番いい声。知らんのかお前に。日本の諜報活動は忍者が全部あれやで。No. お前ら伊賀行ったことある？あるよ、あれよ、モクモクファームとか行ったことあるよ。あれよ、あいつら、ま、ガチ忍者がほらちょっとなんかよくイベントしてるよ。イベントっていうか。もう忍者屋敷は博物館と歌詞。もう過去の栄光にすがってるだけ。やったらディスってんのか、なんかあった。お前知らんのか、お前忍者屋敷っていうのはあれやで、観光施設に見せかけた要人暗殺施設やで。そうそう、あいつは CIA とかモサッドとかが結構研修に行ってるらしい。そうそうそう。嘘つけ。いや普通におばちゃんおっちゃんしかおらんかったぞ。あ、お前当たり前やん、スパイがそんなすぐパッと見て分かるような人間雇うわけない。なるほどな。自分の身の回りのことしか知らず、もっと広い世界があることを知らないこと、いや、世間を知らずといった意味の言葉さ、身の中のことです、大会を知らず、こちらをですね、我々風に改変してください。はい、ロボロさん、マチコン中のエーミール、己を知らず。お前、個人批判やめたりよ。お前、瞬間からグイグイな。お前、ぶっ DPS 出てるよ。一発目にやんなどうかなと思って、ちょっと変わったんやけど。えぐいな、お前。でもこれ、多分編集次第では一発目にされるで。まあ、ありえるな。ちょっと一発目用にやっとくね。ちょっと、ロボロ、一発目でそれがないで、お前。いや、初期からエグいよな、お前。これしまに嘘をつかせてやったぜ。何言わしちゃったの。もう二度と脱税しないって言わせたぜ。嘘だよ、俺。嘘なんや。だってこれ、脱税したこと自体が嘘や。え、言ってないってこと、ええ、だから、もうしないじゃなくて、してないよ、一回も。っていう嘘。二度、あ、に、えあ、これ嘘の悪魔誰や、おいおい。すごいぞ。あれ、お前、お主、心に嘘の悪魔を飼っておる。やべえな、宿題終わってんわ。なんでここまでやらんかったの。いや、先生のおっぱいでアイスクリーム作れるか考えてたら夏が終わってました。いや、先生のおっぱいでアイスクリーム作れるか考えてたら夏が終わってました。ちょっと俺今言ってすごい気持ち悪い、これ気持ち悪い。あれちょっとラストすごい俺感動してんけど。あーあいいね。見てるみんな。見たよ。見たよ俺。アマプラで来てたから見た俺。あれさ、元々はライアン・レイノズのやんな、確か声。あ、違うかったっけ。知らん。ん？うちで誰ライアン・ギグスって言った？いやそれサッカー選手やろどうせ。おもうよくわかったなお前。いやお前が言うたら大体そうよ。サッカーだっけ？大体サッカー選手じゃん。俺が知ってるライアン、ドラクエのライアンか、あのメグライアンしか知らん。俺もこの津田ぐらいしか知らへんもん。津田ライアン？津田ライアン？あれ？でダイアンやろ。ダイアン。ゴイゴイセイヤ。めちゃくちゃ
そう、これこれザムのパンツです。こんなん入ってもおかしくない。いや俺のパンツすり切れてるぞ。お風呂洗濯機かける前にお風呂の中に入れて、お風呂の中に入れてないわ。扱いがメルちゃんや。ちょっと待って、お前の中のメルちゃんどうなってんねん。みんな一緒にお風呂に入って。